イエーイ、おはようございます。今日は学校が今終わって、ママさんと合流して、どっか行くんですよね、これから。はい。で、この間とママ服同じです。一丁らで、しかもこれはリンカも去年何回もめっちゃ着てたよね。めっちゃ着てる。これ超好きだった。リンカちょっと可愛いね。全然可愛い。フリフリがそうなの、うん、好きになった、ね、あ、それでリンカが何でなんも知らないけど着てたじゃん。なんかめっちゃ着てたよね、リンカ。てかママとめっちゃ服着てない、うん、ママの服を勝手にリンカが着る。お姉ちゃんのそうじゃん。あ、そうだよ。怒っててもない。え、もう何で何の服リンカが着るともう着れなくなっちゃう。ねえ、それ伸びるからじゃん。今日のメイクのポイントは、今日のメイクはもう松葉っていうかパリジェンヌ行ってるんですけど、私パリジェンヌが結構ほんとにちらついちゃってきてて、こっちのまつげがバサバサになってきてて、左が綺麗って感じで、なんかあんまり今日はうまくいかなかったんですけど、今日はなんかナチュラルみたいな感じ。ママから見たらどう思う、今日のメイク。ちょっと今見れない。え、見れない。さっき見たじゃん。今さっき見てたじゃん。さっきね、普通だったよ。濃いかな。いや、濃くないんじゃない。でもまつげが上がってるだけでさ、え、そう、もうなんか化粧してるって感じするよね。え、そうそうそう。まつげくってめっちゃ言われる。うん、ね。でもさ、ここまで伸びたのすごくない？ここまで伸びたの。羨ましい。だからそれやったとしても、まつげ美容液とかちゃんとやんないと意味ないから。毎晩絶対かかとでやってんのか、アリンカね。いくら眠くさっても絶対かかと。偉いやっぱり。いや、それだけは美意識が高い。それだけはね、本当にほんまに。で、今からはママと出かけるとか言ったけど、ただ単にリンカの買い物ですよね。ああ、そうだよ。もう気が重い。いつも。足ですね。え、でもそれ、うちら遊んだら楽しいじゃん。だってもう、今日はちょっとママチャポン見る。あ、ママチャポンでしょ？うん。文句言っちゃいけないんだよ。え、いいよ。いい？勝手に言うから。文句言ったら、自分一人で帰ってよ。悲しがおう。でも楽しみだよね。急遽決まったよね、今日遊ぶの。もう遊んでくれないかと思った。なんかその LINE したの、あ、今日遊ぼうって。で、ママにね。で、したらなんか部屋片付けろみたいな。そう片付けたらいいよみたいな感じ言われて、で、えみたいな、片付けますって言ったよね、リンカ。素直に片付けたよね、今日。もうさ、ティッシュとかさ、ファンデーションのさ、ポロパフのさ、あーね、ティッシュのさ、そうメイクの時に使うんだよね、リンカ。引っ張らしていくでしょ。そうだよ。それ捨てようよ、ゴミ箱近くにあったの。いいじゃんね、それくらい。よくないよね、もう。え、でもちゃんと捨ててるよ。捨てようと思った日は捨ててる。いつも捨ててよ、美容液の前にさ。美容液、それ夜じゃん。うん、その時でもいいから片してよ。片付けてるって。ごめんなさいってことで出かけまーす。昨日その一緒に寝てた時に、リンクがその友達と LINE してたの、うん、で LINE してるからこっちを向いて寝てたのね。うん、で、こっち向いて、いつもの場所でしょ、いつもの小川でしょ。そう、いつもの小川。で、ママはいつもこうやって寝るのに、なぜかたまにね、結構寝返り打つんで、ママも。知らない。だからじゃないの、なんか、あ、人がいて。そう、なんか、ね、寝返りママ打つし、で、あとリンクがうっくってやったら、こうやってふーって縮こまって寝るのね。で、昨日リンクはじっとしてたの、こうやって。でスマホいじって LINE でこうやってなんか普通に話してたの、うん、で話してて、でなんかちょっとボイスとかで話してたよね。あ、そ
そうなの、そう、リンク声出して、うん、でママこれ起きないから大丈夫だよみたいな、うん、それで、あ、そうなんだみたいな、うん、言ってて、で、それでなんかあのママもそのこっちを向きたくなっちゃったんだよ、多分、うん、こっちを、うん、で、だからリンカとは別々の方向ね、うんうん、はい、で、その本当に急にリンカこうやっていじってんのにママがこうやって向くから、その、うん、あのママのお尻の割れ目がリンカのお尻のそのあれに当たるじゃん、お尻に、だからやばいみたいな、お尻を感じると思って、でそれを友達に言って、まずその現地報告として、なんかあのやばい、ママなんか寝返り打ってるみたいな、動いてるみたいな、でもその時点で面白いじゃん、ママが寝返り打つみたいな、動いてるみたいな、でそっからやばいみたいな、お尻の割れ目感じるって、めっちゃ笑っちゃって、やばいやばいとか言って話した、めっちゃおもろくないこれ。いや、そうやって思うことがおかしいよね。それさ、伝えるのちゃんと、ママのお尻の割れ目感じてるって、めっちゃおもろいし、しかも途中でなんかリンクが起きたの、なんか目覚めたんで、途中で 夜中に、うん、で夜中に目覚めたら本当にまんまにママの顔があった。わかるよ、それは、それはママって一緒だよ、またあるよ顔がと思うよ、本当に近いなって、めっちゃ近いよ、本当これもこれでしょ、そう、これもこれもこのぐらいの距離で目を開けてる、めっちゃ近いのか、寝てんのママが。それはさ、だってママの枕で寝てるからでしょ。え、そうです。なんかもうママの枕じゃないと寝れなくなって。やめてよ。その一個の枕を二人で共有して寝てんだよ、うちら。めっちゃおもろくない？そうだよ。自分の枕寝てるよ、少しは。それはあの足で挟んで、うん、であとここら辺に置いて、なんかここら辺にあれば落ち着くんで、おでこに乗っけてさ、もうそう、そうなんだよね、リンカってその枕をおでこに乗っけんの、こうやって、そうだよ、え、マジおもろくないうちらって、本当にやばい、なんでこんなおもろいんだろうってくらいおもろいしさ、本当にその友達もいい反応しちゃうんじゃん、また。そうだよ、ちょっと待って、やばい。ママとか言ってめっちゃ爆笑爆笑とか言って超笑ってんの、そうだよ、なんかもう想像つくもんだ、え、でしょ、ママとそのリンカが話してる今の友達仲いいもんね、うん、何回も会ってで電話とかでも話したりとかしてるし、家族みたいなもんじゃない、うん、本当に、なんならいても、家にいてもあんま、全然、うん、別に平気ね、うん、いつでもウェルカム、うん、マジおもろい、ほんとに枕1個共有やばくない、やばいよ、高3の娘が、うん、え、高3だよ、考えてみ、どういうことって多分みんな言うよ、どうやって寝てるの、うんって思うよ、え、しかもね、聞いて、これ多分知らないと思うけど、あれだよ、昨日の夜ね、あれだよ、ママにちゃんとリンカ、ママって言って、大好きだよって言ったんだよ。夜？そうだよ。知らない。で、ママちょっと寝てたかった。あ、ちょっと待って。電気ついてたよ、まだ。で、で、覚えてる。え、覚えてないやつ。うん。仕事したんだ。え、そう、え、そうやって。これで言ったら、また会話が始まっちゃって、もう寝れんのに。出たこれまたと思って、うん、そうだ昨日そう言われた、そう言ったんだよ、で、そうでしょ、で返事返されなかったから、もういい大嫌いって言った、あ、それ知らないな、うん、返事ないから大嫌い寝てたのかもしれないって言って寝たんだよ、え、でももうなんかここで会話するとまた寝れなくなる、そうだよ、本当にうちらそうでしょ、そうだから、で好きだよって言って電気を消して、うん、でその電気、ママはって言ったんだよ、リンカ。あ、そう。え、そう、覚えてるんですか、ママは好きみたいな感じで。好きだよは聞こえたような気がする。感じで言ったのに、うん、あの、応答なかったから、もう大嫌いって言って、一緒の布団入って、一緒の枕寝てた。もうあんまりわかんない。でもさ、布団入ると絶対もうそっぽ向いてんじゃん。え、多分向きがそうなんだよ。そうでしょ、そう、うん。そうだよ。
だってもうほんと夜更かしばっかりだもん。もう大変だよ。夏休みだったからね、おかしくなっちゃってんだよ、リンカも。そうだよ、うちらってほんとにそう、声通るの、マジで。だから昔さ、思い出しちゃった。いやだ、なに。昔さ、ちっちゃい頃にさ、窓が開いてんのにさ。あったわ、そういう時。声が通っちゃう。窓が開いてんのになんかリンクが言ったんでしょ。そう、恥ずかしかった。で、思い出しまだよ。半端な、半端な。足よ、足、足をさ、窓のところにさ、頭がさ、このさ、肘掛け。待って、思い出したかもしれない。言ってあげて、もう。あの、あれでしょ、なんか、そうだよ、あの、この、あ、この助手席に座って、で、リンカがこういう向きになって、寝てたんだよね。こういう向きになって、で、この肘掛けのところに、頭を乗っけて、足を窓から出してたの。窓にくっついてる感じ。あ、あの時ちっちゃかったからね。え、今もちっちゃいの？今でかいわ。で、そのやってたんだよね。そしたらなんかあれでしょ、隣の車の人が、なんだろうっていう顔して、スピード上げて、見に来て、子供らしかよみたいな。マジおもろい、リンカ。スウェットじゃん、ミラーで、ほら、来るよ、つって。うん。見に来てるよ。笑ってた。見に来られてたよね、ちゃんと。そうだよ。うん、なんかそういうの多くない、リンカって。重い。なんだろうって。何があんだろうと思ったんじゃん。なんかさ、あれ、あのさ、小さい頃にさ、海外のさ、あの、旅行さ、行った時もさ、海外の、人たちと写真撮ったりとかさ、うん、そうリンカだけね。え、そうそうだよ。なんだろうね、日本人側のあの顔が良かった。なんかそういうことがあるんだよね、リンカって。本当にだってあれだもん、どっか出かけた時も最近もよく会ったし、海外の方と写真撮って、で、おー、センキューとか言ったりする。あれでも可愛かったよ、小さい頃の。違う、着物着てる。あ、何？あ、それもあるし、また別の時もある。何回もあるの、そういうの。バイバーイ。来ました、せーの。でもさ、横だからさ、もうさ、カメラあった？うちらこれ絶対やります。バー。もうあのママと結構ね、本当にいろいろめっちゃ買い物して、終わったよね。何買ったの？化粧水。化粧水だけです。あとお洋服、うちらさ、お洋服、うちらさ、お洋服さ、みんなさ好きだからさ、よく見るよね。本当に長かったね。え、今日長かったくない？長い。もういつも長い、本当に。で、あの、リンカ、あの、小学校の頃に、ママの洋服見る時間がすっごい嫌で、あの、担任の先生に見せる日記だっけ？そう。担任の先生に見せる、あ、違う。なんかで、なんか、その、最も時間が長いって感じる瞬間はいつですか？みたいな。え、そう、書きなさい、みたいな。あって、ママが洋服選んでる時間って書いた。おもろくない？でも先生も納得してたんでしょ？え、そう、納得してた。あ、めっちゃわかります。みたいな。で、もう今日は一日終わりでーす。終わり？うん。疲れ切ってんじゃん、ママ。今日爆睡なんじゃない？なんかさ、ばあばも言ってたよね。なんか、リンカが家に来る日は、あの、よく寝れるって。知ってる？疲れるもん。え、そう、なんか疲れるらしいよ。疲れる。なんかお姉ちゃんも言ってた。ずっと喋って。そうなんです、私スター出してます。ずっと喋って。